ハワード・メイソン・ゴア・ハワード・メイソン・ゴアは、アメリカ合衆国の政治家。第8代アメリカ合衆国の務長官及び、第17代ウェストバージニア州知事を務めた。1887年10月12日、ゴアは、ウェストバージニア州ハリソン郡のクラークスバーグにおいて、誕生した。ゴアは、地元の学校で、初等教育を受け、 また家族が経営する農場の手伝いをした。ゴアは1900年にウェストバージニア大学農学部を卒業した。ゴアは大学卒業後農業及び畜産業で生計を立てた。ゴアは1912年から1916年にかけてウェストバージニア州家畜育種協会の会長を務めた。ゴアはまた銀行業及び旅館業にも参入した。 ゴアは1917年から1919 19年まで、ウェストバージニア州食品管理局において補佐官として勤務した。続いてゴアは1922年から1924年まで、ウェストバージニア州教育委員会の委員を務めた。ノーム時間保への就任先生を行う、ゴアカルビンクーリッジ政権発足後の1923年9月23日、ゴアは、 ノーム時間保に起用された。1924年11月に、ヘンリー・ウォレス農務長官が死去すると、公認の農務長官としてゴアが任ぜられた。1925年、ゴアは、共和党からウェストバージニア州知事に立候補し、当選した。ゴアは1925年3月4日に、農務長官を辞任し、ウェストバージニア州知事に着任した。ゴアは、 州知事を1929年3月4日まで2期4年、務めた。ゴアは農業を奨励し、また泥網の拡張を図った。ゴアの在任中は外して公共であり、州内の自治体に予算を提供した。ゴアはまた、医療や教育の振興に力を注いだ。ゴアは、州知事の人気終わり近くに、連邦上院議員を目指す意向を公表した。 ゴアは、連邦上院議員候補の一人となったが、選出は叶わなかった。ゴアは1931年から1932年まで、ウェストバージニア州のオム長官を務めた。ゴアは1941年から1947年まで、ウェストバージニア州公益事業委員会の委員を、務めた。1887年10月12日、ゴアは、 故郷ウェストバージニア州、クラークスバーグにおいて死去した。ゴアの遺体は、クラークスバーグのエルクビュー墓地に埋葬された。父親は、ソロモンデミリオンゴア母親は、マリエッタ・ペイン・ロジャーズであった。ゴアは1906年9月30日に、ロキシュレン・コーダーベリーと結婚した。ありがとうございます。